続いては、お、足軽ジンガス対トーマ。それから、足軽ジンガス対カズノスケ。それから、ナツ。はい。ナツじゃない。はい。あと一人は、顔してないかなって言ったところが、はい。再びの目玉。ありがとうございます。前田利家殿に次ぐ目玉で。それは立つじゃな。前田利家殿。やはり陣が栄えは弱いようですね。バタバタ倒れていきます。いや、そうではない。規制となって倒れていく。怖いよ。冗談であるぞ。まあこういったな、この度初めて名古屋おもてなし武将隊を知る者もこういったものでな、いかにして我らもののふ侍がな生きており、そしてどのようにこのような国を作ったか、そして名古屋の魅力を発信しておる我らが何故名古屋によみがえったか、そういったものが垣間見える、そういった絵はがきであると、わしは個人的に思う。ああ、いろいろな意見があってな。しかもこの裏もの、新しく。こよろしい。前田利家殿の姿がある。ああ、怖い子あれと。ところじゃな。何でよいかの。さあ、みなしも名古屋城へようまいった。我らな、名古屋おもてなし武将隊はな、400年前に蘇り、ものの集団である。簡単に言うとな、400年前から蘇ってきた、そういった意味じゃな。難しいことは置いておいて、わし徳川家康と共に写真を撮りたい。所望の者はな、わしについてまいるのじゃ。ではみなしも、拳を掲げよ。おう、飛ばしに続け、あるぞ、いっぞ、出陣。ああ、ああ、こっちじゃ、日陰へと。